亀井善太郎1月20日台は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員。現在は、立教大学大学院21世紀社会デザイン、研究家特任教授、神奈川県伊勢原市出身。慶応義塾中東部、慶応義塾高等学校を経て、1993年、慶応義塾大学経済学部を卒業し、日本工業銀行に入社。 2002年10月に同校を退社し、ボストンコンサルティンググループに入社。2005年4月より、父、義行の議員秘書となる。2006年5月12日、父、義行が、水臓癌のため議員在職中に死去する。義行の選挙区である、神奈川県第16区で、同年10月10日、告示、10月22日投開票の日程で、 北欠選挙が行われることとなり、6月20日の自民党の選挙対策本部会議で、全太郎が公認候補者に内定。投開票の結果、民主党候補の元経産省課長補佐のことを、優に約3万秒差をつけ、初当選した。当選直後、しばらくは無派閥を通すと宣言していたが、2007年1月、父、義行が結成に尽力した。 山崎派に入会した。また、北京オリンピックを支援する議員の会に所属した。道路特定財源を資金源とする道路運送経営研究会から献金を受けている。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で再選を目指し、立候補。公明党の推薦も受けたが、前回下した後藤に5万票以上の大差で敗北。 超複立候補していた比例南関東ブロックでの復活当選もできず議席を失った。同年11月19日に記者会見を行い2年前からズダが悪化しておりしっかりと仕事をして責任を果たすことができないとして次期衆院選不出馬を表明。一部で正解引退とも報じられた。現在は立教大学大学院21世紀社会デザイン。 研究家で特任教授として教弁をとっている元東京財団研究員。後継は比例苦戦室の参議院議員から倉替えした吉家博之。ありがとうございます。